まもなく1番線より列車が発車します。駆け込み乗車おやめください。斉藤幸乃の1番線。それでは斉藤幸乃の1番線スタートです。でもみんなどう思ってんやろ、こんな生きていいんやろか、思うことがあったらね、お便りでいただきたいですけども、関西関東の違いじゃなくって関西人どうやねんっていうね、思うことがあればお願いします。そう、ちょっと話がだらだらついてすいません。私旅先でもね、何度か言われたことあるんです。あー関西人にあんまり好きじゃないんですよってね、よく言われたことがあるんでね。ねえ、これどうしたら好きになってもらえるんだろう。悪いことしてないんだろうな。なんてチーム一番線からほのぼのとはしてないですねいいじゃないですか、たまにはそんな回もあってね。6月ですから、はい、ここで1曲お聴きください。ラジオネームはやぶささんからのリクエストです。生き物がかりでキラキラトレイン。さあ今日はコーナー手以外に届いたお便りを時間の許す限りたっぷりご紹介します。はじめにラジオネームことしさんからです。ゆきのさん、チーム一番線の皆さん、こんばんは。せーの、こんばんは。はい、鉄道と全く関係ないですがよろしいですか。いやどうぞどうぞ。この番組でゆきのさんは関西弁を喋りまくる完璧な関西美人さんですが、納豆って食べられるんですか。関西イコール納豆嫌いというイメージなので気になりましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。うん、好きですよ、食べますし、ただね、周りにはやっぱり納豆なんかよう食べへんみたいな人はいないことはないですね。多分関西イコール納豆嫌いはありですね、ありえると思います。うんうん。ほんでなんですかね、関西の人が苦手な食べ物他にあるかな。苦手っていうよりもむしろ好きなんは炭水化物ですよね。粉もお好み焼き、たこ焼き、焼きそば、これ全部粉、炭水化物ですよね。これ一品食べますからね、ひどい時だとそれにご飯がついてまた炭水化物みたいなね。炭水化物は大好きなんじゃないですかね。あとソースとか、うん、ああいう味ちょっとしょっぱくって、うん、食欲そそるような味が好きなんちゃうかなって、ああいうのは得意だと思いますね。うん、で私自身も駅そばが好きなんで炭水化物好きですよね。でお出汁も美味しいですし、それになったら、炭水化物は大得意やと思いますわ。うん、で最近では納豆嫌いの人も食べられるふりかけが発売されているってことで、なんかそのふりかけをねかけると納豆が食べられるそうです。せやから、まあ、予測だと納豆のあの苦いのとか、苦くないな、ちょっと臭いような感じが消えるんちゃうかなと思って、そしたら食べられるって。でも味付けでも結構ね変えられますよね。シソ入れたりとか、ちょっと違うあの納豆とはまた違った辛みとか、キムチとかわさびとか入れたら食べやすくなるんちゃうかなって思うんですけども、そこまでして納豆食べなあかんかな。栄養にはいいですよ、もちろん体にはいいですけども、そんな無理せんとね、あの食べられる時が来ると思うんですよね。誰しも、あ美味しいなこの納豆みたいな、そう美味しい納豆に出会うことが間違いないですね。うん、水戸に行こうみんなで。ありがとうございます。そうそう、鉄道に関係ないメッセージも大募集でございます。ありがとうございます。ほんでこっからはですね、メッセージテーマに沿ったお便りをご紹介します。現在募集中のテーマは、もしも一日休みをもらえたら、はい、お休みを一日だけもらえた時の過ごし方、送ってきてもらっています。みんなどんな過ごし方をするんでしょうか。ラジオネームアルフファンさんからです。はじめまして、山形 YBC ラジオで聞いています。おー、ゆきのちゃんの関西弁に癒されています。すみません。もしも一日お休みをもらえるなら、車で気ままにドライブが最高ですね。今の季節は最高じゃないでしょうか。ありがとうございます。そうですね、このね梅雨の晴れ間って言うんですか、その時ってちょっとカラッと晴れたりもしますから、その時に窓を開けてね、
空気をいっぱい入れて風を切って走っていくドライブって気持ちいいでしょうね。なんかトロッコ列車に乗ってるような気分かな。うん、想像つきます。ドライブなぁ、せやなぁ。そうなんですよ、私は車酔いするからあんまり気乗りしないんですよね。皆さんどうですか？車酔いせんかったらね、楽しいと思うんですけども、車酔いする方、今聞いてたらドライブどないしてます？乗り物酔い飲む？乗り物酔いを飲むと眠なりますよね。それはそうなんですよ。だから我慢しなきゃ、どっちかなんです。どうしてます？もしね、解決法があれば、ずっと遠くを見る、遠くを見ながらこの人どこ見てんだろうみたいなドライブもね、いかがなものかですよね。して合わへんみたい。ねえ、なんかそんな思いがあります。ありがとうございます。はい、続いてラジオネーム、どんくさい兄貴のテニスは下手くそ下手くそさんからです。どんな名前？斉藤さん、はじめまして。はじめまして。もしも1日休みがもらえたら、ん？やけくそで26時間ぐらい眠り続けてみたいです。ありがとうございます。でもいいんですね、そんな時ありますね。この方は疲れてるんですね。疲れてるからこんなラジオネームも長いんですかね、わかんないけども。いや、わかる。いっぺんでいいか、そうやって寝てみたいですよね。すんごい疲れた時ってやっぱり睡眠ですもん。人間には睡眠が必要やけど、26時間寝たら体調悪なるんちゃうかな、逆にね。え、起きてすぐ風邪ひいたとかなってしまいそうで、どないなんやろ。でも寝てみたいのは共感できますね。うん、きっとね、どんくさい兄貴のテニスは下手くそ下手くそさんはね、相当ね疲れてるんですけどもね。ちょっといいかな、このメールね、いただいたんね、夜のね深夜1時41分なんです。寝なはれ。うん、ラジオ聞きながらちょっとうとうとしなはれって思いますね。はい、ありがとうございました。この番組ではあなたからのお便りをお待ちしております。旅のレポートだったり、私への質問や報告、番組の感想、曲のリクエストなどなど自由に送ってきてください。メールアドレスはゆきの @jorf.co.jp です。おはがきの方は郵便番号 106-8039、 ラジオ日本斉藤由紀乃の一番線係までお願いします。以上、ふつおたでした。 JR 西日本は来年春オープン予定の京都鉄道博物館で展示する車両を発表しました。展示される車両は国鉄時代の蒸気機関車や初代新幹線のゼロ系、さらに雪乃さんも大好きな寝台特急トワイライトエクスプレスなど、えりすぐりの全53両。これは国内の博物館では最も多い数になるとのことです。そして今日もこのニュースの解説者として、雑誌鉄道ダイヤ情報編集部の助川和彦編集長にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いやー、なんかワクワクしてきましたね。だん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 情報が増えてきまして、やっと京都鉄道博物館全体の車両がですね、収蔵車両が見えてきたというところでですね、53両。どんな特徴がありますか？一つは一番大きい特徴だと思ってるんですけども、いわゆる各車両のトップナンバーってのが多いんですね。おお、もういっちゃん最初に作られた車両、1号車っていうのがすごく多いんですよ。まあもともとこれは交通科学博物館に入ってた車両がトップナンバー多かったんですけれども、大阪弁天町のですね、はいはい、でそれに加えて新しく入ってきた、例えば新幹線500系のトップナンバーですからね。おお、あとはこれは急行能登とかで走ってた489系電車のクファ489型の一号車とですね、新しく入った車両にもトップナンバーがある。あとは馴染みがあるんだと103系ですかね。103系、これの大阪環状線とか阪和線に使ってた1号車、クファの103型って先頭車ですね。それ見送りましたよ。そうですか。最後教えていただいて見に行きました。これ見に行った。見に行った。どこ行くんやら、ね、あれどうなるんやろ、潰された嫌やな思って入ったんですね。そう、多分これは潰さないんじゃないかなって気はしていましたけどね。すごく大量に作った車両ですんで。はい。私はこの取材で阪和線の日野電車区に行ったことがありまして、もう6年前ですけどね、はいはい、その時にちょうどこの車両が写真撮れまして、だいぶ年季が入ってんなってイメージがあってですね。そうそう、水色ちゃんで、水色ですね。
あの窓が田んぼのターンみたいになって、そう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 、ね、昔の山手線の水色も、あ、京浜東北線みたいなね、あんな感じです、うん、あんな感じですよ ね、 あれね、可愛らしいんですよ、うん、ほんでどんな配置になるかっていうと、うん、助川さんに写真を持っていただいてきてるんですけど、ですね、これ写真は発表するのでいきますと、これは場所は、本館ですかね、実際にもすでに車両が入ってるようで、500系の新幹線、はい、これは581系クーハーネの581型とですね、はい、あと先ほどお話した489系の1号車とですね並んでまして、これを見るとさすがすごいなと言ってみたいなと思いますよね、ですね、この今写真3つの車両が見えるんですけども、真ん中にあるこのクリーム色に青い帯の、これあんまり見たことないですね。これはそうですね、九州のね、九州にはありますけれどもね、まあ、それとまあ動画、例えば動画なんですけれども、最後はこれ JR 西日本で急行北国に使った車両ですね。ほー、でその時は色を変えてたん で、 でこれはオリジナルのあのクリームに紺色になったと。なるほど、昔ながらの色に戻ったんですね。そういうことですね、でもそうそうたるトップナンバーが集ったっていうことになるんですね、でも最近やとちょっと前にトワイライトの車両が入っていったっていうニュースが、入ってますね、ちゃんと入ってますね、ここ見ますと、引き込み線のところに、ちゃんと、カニの24型とオハ25型という2両と、あとさらに旧京都駅上屋というところにも食堂車だったり、あとこれはですね、最後尾を飾ってたスイートルームがある車両、スルネフ25型とかですね、それも飾られるんですね、飾られるという。今ちょっとお話に出た旧京都駅の上屋、これ何ですか？これがまさに旧京都駅の上屋のこの雰囲気が、まさに何ていうんですかね、鉄骨があった、あちょっと抜き出し、今の京都駅ってそんなんちゃいますもん ね、 だいぶ感じちゃいましたけれども、昔ながらのその京都駅の鉄骨がですね、このちょうどトワイライトのこの EF81 型の機関車とかですね、あるこの旧京都駅上屋のところで設置されてて、昔ながらの鉄骨みたいな雰囲気が、まあ、よくわかるんじゃないかな。なるほど、大阪の弁天町にあった鉄道科学博物館にも、古い京都の駅看板かかってましたよね。確かにありましたね。そうですね、あったような気がします。私も実はすみません、ちょっとつながってますね。だからやっぱり、やっぱ京都はやっぱり欠かせない場所なんでしょうね、いろんな意味でね。やし、その弁天町の名残も、ありますしね、ちゃんと色濃く残ってますね。見ると交通科学博物館で展示されていた車両全体ではなくて、いろんな仕組みなんかが分かるようなものも持ってきてるようなので、多分これ見て入ると、弁天町の懐かしい雰囲気がまた戻ってくるんじゃないかなっていうふうに期待してますけどね。完成が楽しみです。ありがとうございました。雑誌鉄道ダイヤ情報編集部の助川和彦編集長でした。以上、鉄道ニュース1422でした。さあ、ここからは鉄道ダイヤ情報7月号の見どころを教えていただきます。引き続き助川編集長、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。7月号はなんだか列車がたくさんありますね。たくさんあります。ローカル線ですね、ローカル線奮闘記というふうな特集でして、全国に、まあ、たくさんローカル線ありますけれども、まあ今ローカル線各社さんとも結構お客さん集めるのに大変でしてですね、で、まあ、高校生もどんどん少なくなったりとかして、前はね高校生がメインのお客さんでね、乗ってましたけども、やっぱりこの少子高齢化っていうんで減ってきてるんですけれども、で奮闘してるんですか。まあ、そう、まさに奮闘なんですよ。でいろんなことやってらっしゃいますよね。SL を走らせてみたりとか、走ってなかったところを、やってみたりとかですね、そしたらたくさんお客さんが来たというところもありますし、で中には面白いのは、まあ、そういう SL とかね、やっぱり古い車両とかで、まあ、鉄道マニア的というんですかね、そういう、マニア心くすぐるところはいいんですけれども、それをやらずに普通の今まで使ってた車両だけなんだけれども、発想を変えたり、営業の方法を工夫してお客さんを集めてるっていう会社さんもありますし、
増えるんですね。増えるんですよね。元ある状態のままでも、それでも、まあ、頭の使いようというんですかね、これはさすがだなと思いますけどね。じゃあマニア以外にもこう乗客を獲得してる方法ってありますよね。最近ですと、レストラン列車みたいなのをされてる会社さんですと、いわゆる、まあ、鉄道好きのね、私たちみたいな方以外の方でもたくさん来るようになってきたりとか、そういうところの、まあ、戦略ですとかね、でそれぞれの会社さんでどういうことを考えてるのか、これがまたそれぞれ各社さんそれぞれで、これご覧いただければね、いろんな会社の姿が見えてくるのかなと、発想のポイントとか。なるほど。私中でもちょっと拝見してますけれども、はい、この広告おもろいです ね、 ですね。どこの旅行会社のやみたいな、旅行会社、あ、スーパー、そうスーパーっぽいんですよ。そう、ぎっしりなってますよね。ねえ、これは、これはそうですね、山形鉄道さんですね。山形鉄道、ここの野村社長さんが、まあ、旅行代理店に勤めてらっしゃったんですよね。おそれで、こういうパンフレットを作るのがお得意だったみたいで、無駄なくぎっしり、そう、ね、すごい安いんですけども、うわ安、何これ、この派手な広告みたいな、これは、ね、めちゃ目いきますね。これがやっぱり味噌かもしれませんしね、うん、楽しそうです。いろんな仕掛けがありますんでですね、これはぜひ詳しくは実際の本をご覧いただきたいですね。そう、この本のね、こうの載ってますし、これがね、どう生まれたかっていうエピソードもね、あります、出てますからね。はい、しっかりと鉄道ダイヤ情報7月号でご覧いただければと思います。またこれ読んでいくと旅に出たくなりますね、いろんなところに。いろんなところやっぱり景色ですからね、で食べ物も美味しかったりしますし、そういう意味で今回の特集ご覧いただくと、なんかやっぱりローカル線行ってみたいなと思ってもらえればなと思います。本当ですね。助川さん、一押しのショットとかってありますか？もう今回はあちこちの、ね、まあ、あちこちありますんで、今回はね、どことも、ね、言えないですね。言えないぐらい、いろいろといいカットが入ってますので、ご覧いただければと思います。私も乗ってたり乗ってなかったり、あ、そうです、乗ってたりします。実は雪乃さんに行かせたりします、はい、探してみてください、鉄道ダイヤ情報7月号は6月15日発売です。ぜひチェックしてください。助川編集長、ありがとうございました。ありがとうございました。斉藤由紀乃の一番線、180回目の放送、いかがでしたかね。こんな霧のいい数字の回なのに、なんか今日はツンケン喋っちゃったな、反省。ややわ、なんかイライラ溜まってるんですかね。えちょっとムシムシして、ちょっとイライラみたいな、こんな飽きませんね。落ち着かな、白湯とか飲もうかな、落ち着いていきましょう。はい、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。 E1 グランプリのテーマはマイベスト駅メロ、あなたの好きな駅メロとその理由を教えてください。一番川柳では鉄道にまつわる575の川柳、その他のコーナー、曲のリクエストや私への質問も募集しております。さらにメッセージテーマに沿ったお便りもお待ちしております。現在募集中のテーマは、もしも一日休みをもらえたらです。乗り物を使って旅をするのはもちろん、お家でゆっくりするなどなど、もしも一日お休みがもらえた時の過ごし方教えてください。メールの方は番組メールアドレス、ゆきの @jorf.co.jp、ゆきの @jorf.co.jp。 おはがきの方は郵便番号 106-8039、 ラジオ日本斉藤由紀乃の一番線係までお願いします。またこの番組はツイッターもございます。アカウント、ハッシュタグともに一番線です。番組の感想なんかもハッシュタグをつけてつぶやいてみてください。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は斉藤由紀乃でした。